どうも、芸人アポです。ダブルワーク後ではなくって、ダブルワーク中の休憩中です。疲れました。まあ、やけどをしてるんでね、左腕が。まあ、ちょっとなかなか、めんどくさい、治るまでは大変ですね。で、やっぱ8月の14、15が、なんだかんだでね、まあ、3連休は取れなかったんですけど、2連休は取れたんで、だから本当はね、お台場あたりで路上ライブやろうと思ったんですけど、たまたまなんか子供がトミカ博を連れて行くついでに、路上ライブやろうと思ったんですよ。でも、あんまトミカ博よりかは、なんてピカチュウセンターに行きたいっていう言い出したんで、ちょっとピカチュウセンター、わかんないですけど、路上ライブなんかどこでやるのかとかわかんないですけど、まあ、何かしらまあやれる箇所があればなんか、やりたいなとは思いますね。あとまあ個人的なあれだと、やっぱ毎週木曜日、路上ライブ、出てるだけだと、やっぱ、埒が明かないんで、まあ、じゃなんつうか、金ちゃんの仮装大賞がなんか3年ぶりに復活するっていうんで、ちょっと応募してみようかなと思いますよ、個人的に。まあ、わかんないですよ。まあ、通らないのか、通るのか知らないですけど、まあ、もし通って、まあ、オーディションまでこぎつければ、まあ、間違いないでしょうね。まあ、本当に表現の限界を超える男なんで、まあ、そこは間違いないと思います、本当に。まあ、結果どうであれ、まあ、目が点になるでしょうね、みんな。もう本当に死ぬ気でやるんでね。で、まあ、年末からは R1 っすか。2つぐらいしかないよ、予定が。いろいろ調整してるんですけどね、ブレイキングダウンもオーディションとかやっても落とされたりとか、いろいろ試してるんですけどね、やっぱ、なかなかないですよね。まあでもまあ、ね、テレビうんぬんっていうよりか、このバイト三昧で、お笑い活動もろくにできないつつも、何かそれでもなんかこうあがいて、なんかこうやろうっていう、なんとかやろうっていうのを、なんか隙間というか、なんか、まあ何かしらやるしかないもんね、それでもね。合間合間で何かしらやるしかないもんね、売り込みとかね。まあ、売れてる人たちに、ね、の、売れてる人たちにはない面白さっていうのが多分、まあ、分かる人には分かればなと、まあ、個人的には思いますよ、なんか。売れてる人も、もう、ほんと、まあ、ね、売れてて、覚醒して、好きなことできて、あの程度なんだなっていうのは正直感じるんでね。テレビ見てですよ、個人的に。あ、そこが限界なんだっていう、その人たちの。そんなもんなんだっていうのはすげえ感じます。やっぱ才能の限界っていうか。だからやっぱ、自分が売れた時はもっとなんかやっぱ電波少年とか超えなきゃダメだよ。やるんだったら、せっかく売れてんだったら。それ超えないような感じでやるんだったら、もう芸人やめろって俺は言いたいよ、逆に。つまんねえじゃん、だって見てて。何がやりたいのこれ、わかんねえ、なんか。電波少年を超えるために芸人はいるんだろうって俺は個人的には思ってるんですよ、俺は。だから、まあ、路上ライブ、必ず木曜日は路上ライブやって、ね、通行人に迷惑をかけるっていうこと、まあ、何やってんだろうな、俺。ほんと、これがいいんすよね。まあ、わかんないですけど、また会いましょう。バイバイ。